アースイングとは、自動車の転送系統におけるマイナス極への配線の抵抗を減少させることで、各部に必要十分な電力を供給し、ヘッドライトの照度や燃費性能等に改善効果があるとされる手法である。アースイングから派生した造語で、いわゆる和製英語、アースボンディング、アースチューンとも呼ばれる。アースボンディングの考えをさらに発展させ、バッテリーのマイナス極と、 各電装部品間を電気抵抗率のより低い電線で直接結線する回収をアーシングと呼ぶ。アーシングはもともと車体での電気導通が期待しにくい FRP 等の樹脂類を車体に用いた改造車両やわずかな電気電動損失にすらこだわるようなレース用車両での機能確保、腐食劣化が進んだ9年式車の修理ないしメンテナンスの一手段であり、 本来の性能以上の効果を得るものではなかった。だが、その後はより強大な発電力を得ることや、燃焼効率を上げることなど、本来の性能が引き出せるようにすることを謳い、あるいはエンジンルーム内のドレスアップ目的でアーシングする事例が増えた。また、プラス極側の配線を同様に強化する、プラスチューンというものもある。近年の多くの車種では、 工場出荷時より機能を満たす上での最低限のアースボンディングがすでに配されており、さらにアース線を追加することに科学的、客観的に見て意味があるのかについては賛否両論がある。低コスト化、軽量化のために必要にして最低下限の機能を果たす、接続しかされていないことも十分考えられるし、逆に燃料の完全燃焼を促すために、 十分な接続がされていることも考えられる。ありがとうございます。